午後1時です。今ペッキーさんがこちら記者会見場となりました、こちらのスタジオに入ってきました。本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。また、今年に入ってからの一連の報道で多くの方々にご迷惑をおかけしました。本当に申し訳ありませんでした。今日からお仕事をまたスタートさせていただくことになりました。ゼロから頑張りたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。ペッキーさん、はい、今日いよいよレギュラー番組の、ま、復帰となるわけですけど、はい、今のお気持ちをお聞かせください。お仕事をさせていただけることがすごくありがたいです。頑張りたいです。この休業中はどのようなお気持ちで過ごされたんですか？ずっと反省の気持ちを抱きながら過ごしておりました。今この場に立てる、ま、喜びというのを教えていただけますか？やはりお仕事をする場があるということが本当にありがたくて嬉しい気持ちです。テレビ番組復帰は金スマになると思うんですけど、はい、その反響もすごかったんですが、どう受け止めましたか？いろいろな意見をいただきまして、すべての意見を受け止めようと思っております。今のに関連してなんですけれども、この5ヶ月間反省して過ごしていた、もう少し具体的にどのように過ごしていたか教えていただけますか？何をしていたかということです、はい、このお詫びと反省の気持ちがベースにありながらですけれども、家の中でできることをしていました。読書ですとかお料理の勉強ですとかをしていました。ベッキーさんは1月4日の会見の時に、はい、まあ、技術とは異なる、まあ、友達であるという会見をしましたが、改めてそのように技術と異なる会見をした理由と、今その会見をどのように思うか教えてください。本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。申し訳ありませんでした。川谷さんとは、はい、最後に連絡を取った時、それがいつか、そしてその内容を教えていただきたいんですが、時期は1月の中旬なんですけれどね、内容に関してはまたご迷惑をかけしてしまうので控えさせていただきます。申し訳ありません。今川谷さんに気持ちはないんですか？申し訳ないという気持ちです。復帰の会見を今日にした、はい、今日リスタートの日にした、はい、その理由は伺えますか？スタッフさんとその番組であるフルコーラスさんがお話をして、今日と決めてくださったので今日になったという感じです。事務所の皆さんとの話し合いはあったと思うんですが、ベッキーさんの気持ちを伺いたいです。はい、川谷さんはあれ以来公の場に出てません。会見も行ってません。はい、そのことについて率直にベッキーさん自身はどうお感じになってますか？それぞれの考えや立ち位置があると思うので、私は特に復帰というのは、はい、芸能界以外の道、芸能界以外の仕事もベッキーさん本人は考えましたか？私は芸能界で復帰したいという気持ちが一番にあったので、うん、ここでの復帰を選ばせていただきました。じゃあベッキーさん、はい、そうですね、まあ、当時のですね、恋をしていた自分に、うん、今声をかけるとするならどんなふうに声をかけますか？しっかりと人の気持ちを考えながら正しい道を歩みなさいと言いたいですね。それは今そういうふうに実感していると。そうですね。そしてでは今後なんですけれども、やはり今後また恋愛する時は来るかもしれません、はい、これからどうやって恋愛というものに向き合っていこうと思っていらっしゃいますか？今はまだお仕事のことしか考えられないんですけれども、そういうご縁があったのなら人を傷つけない恋愛をしたいなと思っています。それはもう約束できます？約束いたします。でその復帰の番組についてなんですけれども、はい、やはりその奥様と会う前に収録を行っていたことについて、はい、これについてはどういうふうに思われますか？配慮が足りなかったと思います。本当に申し訳ありませんでした。ベッキーさんはやっぱりすごくいい子というか優等生みたいなキャラがすごく根強かったと思うんですけど、これからそういう同じような雰囲気でお仕事をされていくのかいろいろ悩まれるとは思いますが、どういうベッキーを見せてくれますか？ですね、自然体でありのままの自分でテレビに出られたらいいなと思っています。
再び川谷さんのことについてなんですけれども、はい、川谷さんが新曲を発表されまして、はい、その歌詞の内容が非常にベッキーさんのことを連想させるような内容だったわけなんですが、お聞きにはなりましたか？私は聞いていないです。川谷さんへの思いが冷めたのは具体的にどのタイミングでしょうか？徐々にという感じなので、タイミングと言われると難しいんですけれども、自分の中で尽きるかなっていう時はあります。はい。それはいつ頃ですか？いつ頃でしょう。いつとは言えませんけれども、徐々に気持ちがなくなっていったので、いきなりパッと気づくことでもないというか、徐々になくなっていった感じです。でもやはりあの思い悩み、まあ涙した日もあったんですよね。はい。それはやはりこう何日何ヶ月ぐらい続いたんでしょうか？自分でもはっきりと期間は覚えてないですけれども、割とありました、そういう日は。やはりそれはまた恋愛関係に、まあ、戻りたいという思いからですかね。で、まあ、いろいろなことがありましたので、いろいろな思いがあったと思います。もう会うことはないということですか？ないと思います。まあ、改めて不倫についてどう思われますか？自分自身の行動は本当に軽率だったなと反省しております。今後の仕事の予定を教えていただきたいんですけど。まだその今日収録をするフルコーラスさん以外は未定なので、わからないですね。まずはフルコーラスさんを頑張りたいです。これだけまあ騒動があっても、すごく待っててくれてるファンの方がいると思うんですけど、はい、ファンに向けてメッセージっていただけますか？はい、ファンの方々を悲しませてしまい本当に申し訳なく思っております。そんな中でも温かい言葉をかけてくださり本当にありがとうございます。ゆっくりと恩返しをさせてください。改めてなんですが、川谷さんの、その、まあ、恋愛に落ちてしまったその時期の気持ちに戻っていただいて、一番の魅力というのはどこになったんでしょうか？元奥様の気持ちもありますので、それに関してはコメントを控えさせていただきたいです。申し訳ありません。ごめんなさい。はい、すいません。それではこの後終了ございますので、これで終わらせていただきます。どうもありがとうございます。ありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。